ププサあるいはププサワはエルサルバドルとホンジュラスの郷土料理。トウモロコシコで作って鉄板で焼く厚いパンケーキ、またはフラットブレッドのことを指す。やはりトウモロコシコで作る料理のアレパに似ており米粉を使うこともある。エルサルバドルでは国民食と宣言され特別の記念日を設ける。通常は具としてチーズ、チチャロン、ウリ、豆を煮つぶした。 ペーストなどを単体、または組み合わせて、乗せたり挟んだりする。付け合わせは、クルティードとトマトサルサをよく見かけ、またププサは、手で食べるのが、伝統的である。同じものを、ナワト語で、ククムチンと呼ぶ。膨らむを意味する動詞、ププサはから、ププサと呼ぶようになったという説がある。エルサルバドルとホンジュラスはどちらも、ププサの発祥の地であると主張する。 一方で、エルサルバドルの考古学者、ロベルト・オルドニエスは、ピッピルの人々が、ププサを考えついたととき、ピピル語で、ププサが、膨らみを意味すること、ホヤでセレンの出土品に描かれた極初期のププサ作りの、材料と道具を論拠にする。他方で、ホンジュラスの語彙学者は、ピピル語が、ナワトル語に非常に、近いことから、ホンジュラスのナワ族が作った料理を引き継いだのでは、 ないかと指摘する。ププサの起源は、域内の経済協定 CAFTADR の交渉でも話題に上った。どちらの国も、ププサの輸出を独占したがっており、2日後、ホンジュラスの代表団はエルサルバドルに権利を譲った。ププサを作るエルサルバドルの伝統的なププサの調理法、焚き木のかまどにかけた当反で焼く。ププサの起源に関わるピピル族の人々は、 現在のエルサルバドル領に入る地域に住んでいた。郷里のホヤデセレンは火山の噴出物に渦漏れ、エルサルバドルのポンペイと異名を取り、2000年近く前の移行から調理中のププサと食材と共に調理器具も発掘された。共通する調理器具はエルサルバドルの他の遺跡でも見つかっている。先コロンビア紀のププサは肉を含まず半月型をしていた。 食材は、カボチャの花や、つぼみ、ハーブ類、キノコ類や塩を具にして、たっぷり詰めた。詰め物に肉が加わったことは、1570年に、フランシスコ海の修道士、ベルナルディーノデサハ軍が書き留めた。1940年代後半に至っても、エルサルバドル全土には普及しておらず、主に中部の都市部、例えばケツアルテペケ他各地の都市部のみに限られていた。 人口移動が顕著になる1960年代に、全国にププサの屋台が広まると、ホンジュラスとグアテマラなど近隣地域でも増えていく。時には型や大きさまたは中身が変化し、1970年代のグアテマラのププサは半月型であるが、チャラテナンゴ地域では半月型だと食べかけに見えるからと、避けた。魚のププサは珍しく、あるいは、 電波川東岸では一般に、よその土地よりも、はるかに大きなププサを供した。エルサルバドル内戦のあった1980年代には、海外移住が進み、渡航先は主にアメリカだったが、ププサは、国外でも売るようになった。エルサルバドル系アメリカ人の移住に伴いププサの屋台も全米に広がり、やがて、カナダとオーストラリアでも見かけるようになる。 エルサルバドルの立法議会は2005年4月、ププサをエルサルバドルの国民食と宣言し、11月の第2日曜日を全国ププサの日という記念日に制定した。当日、首都といくつかの大都市でププサ祭りが開かれており、2007年11月10日の記念日を祝って首都公園で文化庁館主催の世界最大のププサを作る行事を実施している。 この時の直径は3.15メートルで、食材として、まさに100ポンド、チーズ40ポンド、チチャロン40ポンドを使い、5000人前ができた。5年後には、記録を更新し直径は4.25メートル。さらに2015年11月8日には、直径4.5メートルと、ギネス世界記録を更新し、エルサルバドルのオロクイルタで、世界最大のプップサが記載された。 2011年、ガーディアン紙は、ニューヨークの当年の屋台藩、第1位に、ププサを指名した。国内外で、ププサには、伝統的に、キャベツの加工品クルティードが付きものである。これは、ドイツ料理のザワークラウと、韓国料理のキムチに似て、辛さがマイルドでスパイスを効かせた漬物に似た、副菜である。またトマトソースを添え、手づかみで食べるのが伝統である。 エルサルバドルのサンセルバドルの東、オロクイルタで生まれたププサは、ププサ、レアローソと呼ばれ、伝わる先々で地域化していく。生地に米粉を混ぜ、普通は豚肉、チーズ、豆、ズッキーニなど野菜を詰める。アレグリアの地域版にはもう一つ、ププサデバナーの、ガーリ、料理用バナナのプランテンバナナで作る。エルサルバドルに限らず、ププサは、 近隣の中南米諸国でも食べている。ホンジュラスでは地元のチーズで下水所に似たものを詰め物に用いる。コスタリカではエルサルバドル式ププサとププサの両方があり、後者は地域化している。地域のカーニバルの屋台の定番である。よく似た料理のゴルディタはメキシコ料理で文字通り脂肪が少し含まれており、 こちらは普通一方の端を閉じないまま今する。ベネズエラ料理のアレパは最初に生地を焼き、次に半分にスライスしてハンバーガーのように具を挟む。コロンビアは独自のレシピでアレパを作り、ベネズエラとは異なって焼いた皮に詰め物をする代わりに、あらかじめ皮の生地に具の材料を混ぜておく。一般にトウモロコシ粉を加工した市販のププサコナを使い、まさから手作りすることは少ない。 一部の高級ププス販売店では、米粉判と小麦粉判をメニューに掲げ、ニューメキシコ州サンタフェの例は、ほうれん草、ペパロニ、チーズ、グリーンチリなど具材にバリエーションがある。テックスメックス料理を食べさせるチェーン店の一つタコ、カバーナでププサと称して提供する料理は、エルサルバドルの食品とは無関係である。市場単価は低いププサだが、 エルサルバドル経済の重要な要素である。具入りに加え、食材として皮やその材料、具がそれぞれ輸出材として取引される。例えば2005年に、ププサの詰め物としても使うロロコは、タイ、アメリカだけでも60万4408、アメリカドル相当を輸出した。冷凍、ププサはアメリカなら、ヒスパニック系及び、外国食品専門のスーパーマーケットの、 冷蔵部門に納品され、中でもワシントン DC やニューヨーク州、ロングアイランドなど、エルサルバドル系移民が特に集中した地域でなら、スーパーマーケットの店頭に並ぶ。エルサルバドル経済において、ププサの販売は重要な役割を果たし、同国経済省によると、2001年から2003年の、同国のププセリアの販売口は2200万ドル、ロロコなど、 食材の輸出も経済の後押しに役立つ。2005年時点で、ププサ製造で成形を立てる人口は30万人。その大部分を女性が占めていた。ありがとうございます。